はい、皆さんこんにちは、レイです。今ですね、東京モーターショーがお台場のビッグサイトで開催中でございますね。で、僕はこれのですね、プレスデーに行ってまいりましたので、そこで撮ってきた写真をですね、振り返りながら、予備知識なしでですね、事前勉強なしで、僕が知ってる限りのことだけでですね、ちょっと写真を振り返ってご説明していこうかなと思います。で、前回出した動画でですね、川崎のオートバイが出てきましたね。あと車もちょっと紹介しました。今回は、ヤマハ、ホンダ、スズキをご紹介しようかなと思います。それでは早速見ていきましょう。まずこれがですね、ヤマハブースにありました。僕が乗ってるバイクと全く同じですね、 YZF-R1M ですね。これを操縦しているのがなんとモトボットという機械なんですね。このモトボット君がバイクを自分自身で運転して、で3カ年計画でバレンティーノ・ロッシのラップタイムに挑むっていうことをやってたわけなんですけども、これですね、面白いのが、機械でバイクを操作する、ロボットでバイクを操作する、コンピューターに任せるっていうことであれば、もともとついてる ECU にそういうプログラムを入れて全部やらせることもできるんでしょうね。きっと簡単なモーターとかをスロットル周りにつけちゃうとかね、ステップバーにつけちゃうとかすれば、それをわざわざ人間型にしたロボットを乗させて彼に運転させるっていうところが面白いですね。でね、今リアの写真見てますけども、テールカウルのあたりからスイングアームの端っこの方まで棒が1本伸びてますけど、これ多分ストロークセンサーですよね。ストロークセンサーでこのリアの動きっていうのを見てるんでしょうね。普通これレーシングマシンだと、こんだけ長いものをここにつけると、何か邪魔なのか不具合があるのか、もっと短いものをスイングアームの前の方につけることが多いんですけども、データローガー接続して前後のストロークどういう風にしてるのかっていうのを確かめるためにつけるんですけど、面白いですね。これ後ろの方まで長く伸ばしてるんですね。長く動いてくれた方がデータ細かく取れるっていう利点があるんでしょうね。こういうですね、ストロークセンサー1本なんか数万円とかするようですね。僕のバイクにもつけたいです。MotoGP のバイクとかよくついてますよね。で、モトボット君の中身、今ちょっと脇の隙間から見えてますね。ここ迫ってみましょう。はい、こんな感じです。ステムがもう1個上にいるような感じだね。で、これなんかさ、配線の他になんか油圧のケーブル、何なんだろうねこれ。だから腕で実際にハンドルの押し引きをこのロボットにさせて、レバーも握らせてちゃんと入力をしてるんですね。斬新ですね。はい、だいぶ流線形な形になってきましたね。この子はですね、指一本でクラッチとブレーキを操作する癖のあるライダーのようですね。綺麗に前傾してますね。ただ顔の位置がね、かなり前まで伸びてきましたね。かなりなんか人間臭さが出てきた。ヤマハブルーでいいですね。かっこいいですね。こんな感じですね。だいぶこのね、風の流れに入ってるような感じがしますよね。後ろにあるね、この白いうどんがうにょうにょしてるのはね、これその風の流れを示してるわけじゃなくて、このステージの、裏の飾りでした。たまたまなんかそれっぽかったので、こんな角度で写真を撮ってみました。しかし RYM かっこいいですね。はい、でこれですね、何かと言いますと、これバレンティーノ・ロッシの M1 が飾っていました。今僕もね、自分のブレーキ周りちょっと良くしたいなと思って調べてたので、マスター何がついてるのかなと、こんな感じで見てました。欲しいです。で、バレンティーノ・ロッシの視界はこんな風になってるわけですね。意外にシンプルな感じします。なんかボタン少なく見えません？これいつのバイクなんだろうな。今の最新のじゃなくて、ちょっと前の車体だよね。当然ね、最新のものはこうしてね、展示しないでしょうから、だからスイッチ周りが前のものなのか、展示用に変えたのか、こうやって展示車作るときはそのまま本人のバイク持ってくるわけじゃなくて、工場に最終的に余ったパーツ寄せ集めで展示車を作ることが各社多いと聞いているので、これがどれだけ本ちゃんのものと近いのはちょっと定かではないんですけども、カーボンカウルいいですね。でレース用のメーターついてるわけなんですけど、その周りもカーボンのなんか綺麗にステーが作られてます。でブレーキシステム、こんな風になってます。カーボンディスクですね。でこういうね、カーボンのディスクとカーボンパッドとキャリパーで、 MotoGP のバイクのもの大体いくらぐらいするのかっていうのは、MotoGP クラスであればおおむねこのブレンボユーザーのチームたちというのはみんなほぼ同じものを使ってるはずなんだけど、大体ディスク、パッド、キャリパーで200万から300万ぐらいと聞いてます。
欲しいっすね。ただねこれね熱とかね負荷がある程度日程条件整わないと効くブレーキではないので、ただ単に街乗りゆっくり走る時に使えるかというと使えはしないので、MotoGP 雨のレースだとカーボンディスクじゃなくて鉄のディスクになるので、そうなった時には僕らのバイクについているものと近いものになりますよね。はい、もう一枚いきましょう。これがですね YZ450 ですね。モトクロッサー欲しいな。 YZ 欲しい。KTM のモトクロッサーね、すげえよかったな。モトクロッサーってあるとね遊びが広がるね。まあトランポ必須だけど、こういうのがあるとね泥の上でも遊べるようになるので、大人のドロンク遊びするときには必須のおもちゃでございます。またこれモトクロッサー欲しいですね。でヤマハこんなのありました。まあ、この車自体をまあ参考出品というか、まあヤマハが提案する我々こういうことできますよ、企業としてこういうテクニック持ってますよってことを示すための一つのアイテムだそうなんですけども、実際にこういう車をヤマハが販売するわけではなくて、以前ですね、モーターショーかモーターサイクルショーだったかな、スポーツカー車の4輪の車をヤマハ展示してたんですけど、売る気はないんですか、売るのは難しいんですかって話をヤマハの人に聞いてみたんだけど、作るのはできる、ただそれを売るのが難しいって言ってましたね。例えば全国にあるヤマハの正規ディーラー YSP で4輪を扱えるだけのピットの広さや設備や人間がいるかというとそういうわけではなくて、そういう販売のためのインフラも整えようと思うと、莫大なお金がかかるわけですよね。でそこで採算が取れるようになるためには、じゃあ一体この車何台売れなきゃいけないのか、売れた後どれだけ整備で入庫してくることになるのか、そこでそれを整備できるようにするメカを育てるまでにいくら予算がかかるのか、で一回設備整えた後にまたその車1台だけで未来永劫そのお店が設備投資したものを回収して食っていけるようになるわけではないので、いよいよね決断する時がいつかは来るんでしょうね。4輪もやるのか、自社の、正規ディーラーなり YSP なりフランチャイズ店なりいろんなまあお店さんありますけど、マルチディーラーとかね、そういうところでヤマハのように売るのか、僕は勝手に一人で妄想しているのがトヨタの販売網とかトヨタのチャンネルとうまく手を組んで、そこでヤマハのね車が売ってたら面白いんじゃないかなと思いますね。例えば最近トヨタがハイラックスっていうね、こういうピックアップ復活させましたけども、そこでせめてさ BMW の M とかメルセデスの AMG とかみたいな感じで、まあホンダで HRC とかヤマハっていうねカスタムビルダーなのかファクトリーチューンなのか、例えばハイラックスのヤマハ仕様だからメルセデス例えば C クラス E クラス何々の AMG みたいな感じでヤマハっていうグレードの車があったら面白いんじゃないかなと思うんですけどね。外装のデザインがヤマハデザインになってたり、もともとヤマハが設計している車のエンジン、いろんなメーカー採用されてますから、例えばレクサスなりそれ以外のメーカーもありますから、そこで外装なりなんなりプラスエンジン一部がヤマハっていうのは面白いんじゃないですかね。でこの車寄ってみました。これさ車も面白いんだけど積んでるバイクもいいっすよね。すげえかっこよくないこのバイク。もうちょっと寄ってみましょう。これねベースは小さい方がこれ PW50 なのかな、で上がこれね YZ がもちろんベースになってるわけなんですけど、このさなんとも言えないこのなんかなんだろうシートのこのレザー感というかスウェード感というか、いいよねこういうカスタム。なんかカフェレーサーとかでありそうなカスタムこういうバイクに施してみたらこうなったっていう感じがまた斬新で面白いですね。この YZ このままの状態で欲しいな。まあ街乗りできるわけじゃないからあれなんだけど、こういう形のこういう雰囲気のデザイン、カスタムをねモトクロッサーとかモタードにしてもいいですね。ヤマハこういう演出がねいいね。ヤマハかっこいい。でちなみにこの車の中こんな風になってました。内装までこうやってしっかり作り込んでるってすごいね。ちょっとフォーカスポイントがちょっと違うところに来ちゃったけども、可愛らしい。こんなの乗ってみたい。で正面こんな感じです。ドアの開き方こっちの角度なんだね。なんかどことなくこの切れ長の目とブルーの感じがなんか R1 とか R6 を彷彿させるような気がします。はい、もう一枚行きましょう。こんなのも出品してました。ヤマハといえば三輪車とかこういうのも面白いね。なんなら四輪車のバイクっていうともうバイクじゃないのかもしれないけど、サイズ感二輪に近い四輪車があったっていいですよね。で足回りピカピカで綺麗。これさただ単にこれ展示しておくようだけじゃなくて、それなりにきちんと機能するものなんじゃないかな。これデザインが美しいですね。こういうところまでデザインをしてくるというのがヤマハらしいね。
はい、顔つきこんな感じ。ちょっとね、この角度で見るとなんかさ、ホイミスライムみたいな感じのフォルムになっちゃいましたね。はい、横から見るとこんな感じです。かっこいいよ。でカラーリングもいいですね。でこれがなんていう社名でなんていうものなのかノーチェックなのでこんな感じで締めます。はい、来ました。これですね、2剣っていうものだそうですね。足が2本あって、それが剣、剣が2本あるようなイメージなんでしょうかね。ローマ字で書くと NIKEN でナイクンなのかなと思ってたら2剣というそうですね。で足回りこんな感じです。で前にですね、僕スクーターインプでいろいろやってた時にトリシティをお借りしてきたんですけど、三輪のバイクとかなんかないないない、ありえない、ないないないから、無理無理無理って決めつけで乗ってみたら最高でした。素晴らしいです。もうフロントタイヤが二輪になった時のね、最高のイケイケ感ね。やっぱり一本のタイヤのコンパウンドのゴムなりね、構造なりが受け止めきれる負荷というのはどっかのポイントを超えるとフロントシャーって滑ってなくなってスリップダウンしちゃいますから、それを2本のねタイヤにこうやって分散できるとフロントの追い込み方、フロントの負荷のかけ方がね、もっと普段できないことができるようになるんですね。これ乗ってみたいな。これでダッシュボード周りこんな風になってます。やっぱりねフロントの足がね2本になるとね顔周りだいぶ大きくなるんだけども、だけど乗って時には別にそんな嫌なことはないとは思うんですよね。もう一回足回り見てみましょう。はい、かっこいい、綺麗ですね。てかフロントフォークがさ、普段2本でいいとここれ4本になるからさ、値段がどうなんでしょうね、これ本当に販売する時には。まあただベース車両が MT-09 なので車体価格がそんなに高いわけじゃないので、そこをこうやってちょっと変えていくってことを考えると、もしかしたらまあ手が届く範囲内で収めてくれるのかもしれないですね。はい、もうちょっと見てみましょう。はい、こんなのもありました。モトロイドというものだそうです。これはですね、実際にデモで走らせているプロモーションビデオみたいなものはですね、もうありましたね、流れてましたね。でこれがさ、何が革新的なのかよく分かんなかったんだけど、まあ、ほぼほぼなんかその自立するバイクみたいな、転ばないバイクみたいのでね、余裕があるメーカーはこういう転ばないバイクとかライディング、そのアシストする方向のものを未来に向かって、まあ、提案をしてきてて、こういうものを最近作るわけなんですけども、これさ、お尻の方に前に伸びてる羽のようなものがあるでしょう。これもね、可変で動くんですよ。これがライダーの体を支えてくれるそうですね。バイクが傾いていった時にライダーの体を支えてくれる。だから多分ここでイメージしてるのは、オートバイの上で人間が一生懸命動いてバランスを取るって作業を僕ら日常的にしますけども、それをなるべくしなくても車体側に体を預けられる、支えられる、で操作をハンドルの押し引きやハンドルを切る操作ではなくて、これなんかジョイスティックとかボタンを使ってこれ操作できるそうなんですね。だどこかプレイステーションみたいなゲーム的なところがあるかもしれないんだけども、人間が取ってるそのバランスとかさ、操作とかっていうのをどれだけ機械に任せていけるのか、機械がどれだけ人間を補っていけるのかっていうところを研究開発してるそうなんですね。で顔周りこんな感じです。かっこいいですね。なんか本当にさ、子供の頃に見てた未来が舞台の映画とかアニメに出てたようなものが、これだけ僕ら実際の生活に近づいてきた感がありますよね。こういうものがね、本当に販売されると面白いな。形がかっこいいよね。でさ、なんかこういう人間の操作をアシストしてくれるものとか、電気とかハイブリッドとか、なんかなかなかね、四輪にはいっぱいあっても二輪にはなかなか直で降りてきてる技術ではないんだけども、僕らの未来、そんなに遠くない未来にまでもう迫ってきてるものなので、こういうものでどういうふうに楽しく遊ぶことができるのかっていうのを早く味わってみたいですね。なんか燃料じゃなくなった時に、なんかエンジンついてね、乗り物は乗り物じゃねえっていう層はね、当然一定数いるとは思うんだけども、まあ、いずれ消えゆくそういう層は任せておいて、ただ次の世代なり、僕らがまだこういうのが実際に来た時にまだ若い世代に当たるのであれば、このおもちゃで遊ぶことになるので、今のうちからこのおもちゃってどういう遊びなのか、どういうことできるのかっていうのは早く体感して多くの人に伝えたいなとは思うんですけど、まだまだこれはですね、もうちょっと先になりそうですね。ヤマハさん、こういうの試乗会するときは、ぜひ呼んでください、体感させてください、楽しみにしております。はい、でもう一枚こんなのもありました。
これね何かなと思ってて、たまたまツイッターかインスタグラムかなかなんかを見てたら、女性の方がですねこれに乗って操縦してるっていう、おそらくステージで出し物されてるのかな、僕はちょっとその時間にいなかったので見てはないんですけども、まあ、自分でバランスをとってこれかなんか走ってるっていうのをやってました。面白いですね。なんかさ、ステージ上に置くものって当然そのメーカーが今一番見せたいもの、アピールしたいもののはずなんだけど、ここで安易な発想をする僕だと R1M みたいなそのメーカーのフラッグシップのモデルのものを置くのかなとも思ったんだけど、ここはですねその販売の都合云々かんぬんではなくて、メーカーの我々が誰で何をするかっていうことをアピールするための場なので、そういう意味でヤマハは今こういうことを研究開発してます、我々は本気出せばこういうことできますからねっていうアピールをするためのステージというのがこういうところからも感じますよね。はい、ではちょっとメーカー変わりましょう。次の写真こちらです。はい、ホンダに行きました。で今回の東京モーターショーはですね、西と東に分かれていて、さらにこれが西のさらに奥にある塔だったかな、4メーカーの、ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキっていうのが、全て隔離された場所にあるので、まあ、その代わりバイクを見ようと思う方は一つの建物で住みます。でそれ以外のもう一つの東っていうところに四輪メーカーとかパーツメーカーとかいろいろいて、で西単体だったかな、がトヨタグループ、トヨタ系の企業が一箇所に集まってました。じゃあホンダのバイクちょっと見てみましょう。はい、これ売ってください、ホンダさんこれ売ってください、マルケスのバイクが飾っておりました、RC213VS っていうストリート用のものがだいたい2000万円ぐらい売ってますよね、まあ、あれをですね街乗りされてる方を何度かお見かけしたことあるんですけども、非常に羨ましゅうございます。羨ましいです、欲しいです、乗ってみたいです。乗ったことないんだよね。僕が乗ったことある一番高いバイクっていうと BMW の HP4S 1000万円かな。一昔前は僕みたいなそのジャーナリストがMotoGP のバイクとかスーパーバイク、を試乗する機会っていうのはあったんですけど、まあここまですごくなっちゃうとそんじゃそこらのジャーナリストには貸せないっていうことと、それなりに、やっぱ転倒があってバイクが壊れてしまってコストがかかったっていうこともあったり、まあメディアの人が今試乗して何をしてもそこに何か新しいことが生まれるわけでもないっていう背景があって、もう試乗会っていうのは基本的になくなってしまったようですね、僕は生まれる世代を間違えたようでございます。僕の世代で乗ることがそんなにないということは、もう次の世代のライターさんなりジャーナリストなり、テストライダーのテストっぽいことをさせてもらえる機会はそうそうないんでしょうね。ただこういうね、MotoGP マシンとかにほぼほぼ近いものが売っていたり、そこの思想が十分に注がれたものが買えるようになってきてるということを考えると、それほどむちゃくちゃ自分から遠い、ありえない、遠すぎる他の惑星の出来事ではないという感じはしますね。だから次のね、ホンダのスーパーバイク、スーパースポーツ、どういった形で登場するかわからないんですけど、今出てるホンダの CBR1000RR は、僕の目には、僕のニーズには魅力的には映らなかったので候補には入らなかったわけなんですけども、次に出てくる時の全くの新型の CBR ないしはもしくは V4 という噂もありますけどの時には超欲しいです。むちゃくちゃ欲しいです。すごく欲しいです。今のですね CBR1000RR の、発表会に行った時にですね、開発の方々にいろいろ根掘り葉掘り聞いてみたんですけども、まあ、今ねスーパースポーツって全世界どれだけの割合で、あるのかって考えると、全体のカテゴリー、オフロード車とかネイキッドとかクルーザーとかいろいろあるけども、その中でなんかもうわずか数パーセントにしか満たないんですよね。超不人気カテゴリーなんですよねスーパースポーツって。僕は大好きなんですけど、だからともあってそこの不人気車種をそんなに昔ほどバンバンモデルチェンジをするわけでもない、できるわけでもないっていうことで、だんだん細くなっていってしまってるカテゴリーなんですけども、その代わり一部の特化したユーザーのためだけにどん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 特化していって、スーパースポーツがスーパースポーツすぎるようになってしまうとさらにそこを定めてしまうので、ホンダの CBR1000RR は街乗りでスポーティーさを味わえるようにしましたというふうにおっしゃってました。というところで、街乗り、通勤、通学、雨の日、行動を普通に乗るのであれば、僕は CBR1000RRSP がむちゃくちゃ欲しいです。多分それが一番いいんじゃないかなと僕は思います。ただサーキットに持っていきたいとは僕は思いませんでした。はい、もう一枚いきましょう。これはホンダのですね、これ F1 なの？なんかフォーミュラー。F1 なのかな？多分。わかりません。詳しくわかりません。
最近のこういうですね、レース用の車両、塗装ではなくてシート、ラッピングとかねを使うことが増えてきましたね。まあその方がね、塗料を乗せるよりも軽く仕上がりますからね。しかしこのウィングの構造すごいですね。低いとこ走ってますね。これダウンフォース生むんでしょうね。こんなのも乗ってみたいですね。きっとあのコーナリング時で首がねもげるんだと思うですね、バイクとは違ったところに、ドライバー、ライダーの体に負荷がかかるでしょうね。はい、ちょっと引いてみましょう。はい、隣にもう一台こんなのもありました。これは乗ってみたいけど一生乗る機会ないんだろうな。ちょっと四輪のインプレートのもやってはみたいですね。まあただ機会がないですね。はい、でこんなこともやってました。本田さん面白いですね、MotoGP マシンのカーボンカウルで、これ触ってみようって書いてますね。これ触っていいんです、持ち上げていいんです、ということで触ってみました。マルケスのアッパーカウルですね。でこれ、まあ、カーボンケプラーでできてるんというわけですね。こうやって見てみるとね。でガムテープでさ、なんかあの顔の先ちょ黒く塞がってるとこあるじゃん。ここがだから MotoGP の、 あのカメラを積むとこだね。 GoPro みたいなカメラを積むとこですね。こうやって蓋してますね。でこれがね、重たさがどれぐらいだったかというと、一般的なオートバイのフロントフェンダーより軽かったです。これだけの大きさがあってそれだけ軽かったです。驚異的ですね。こんなカウルいくらするのか想像したくないんですけど、将来的にこういう技術がものすごく安価で適価で作れるようになると、街乗りの僕らのカウルもここまで薄く硬くて軽いものにできるのかもしれません。期待して待ちたいと思います。はい、そしてこれがエキゾーストでございます。これアクラボビッチだったかな、その刻印されてるのなんか忘れちゃった。ただいずれにしてもですね、ホンダのこういうあの特別な車両のマフラーっていうのは、例えば今 SC プロジェクトになってますけど、これね、あのメーカー名を売ってるんですね。あのこれホンダ内製で作ってるサイレンサーのはずです。で時々によって、例えばテルミニョーニに、看板だけ売ってあげたり、アクラボビッチに看板だけ売ってあげたり、C プロジェクトに看板だけ売ってあげる、それがモータースポーツの工業として成立するというところですね。だからこれと同じマフラーはですね、結果的にはどうやっても買えないし、同じ技術で作られたものも手に入るわけがないというところで、もうこの惑星でトップのものでしょうね。やっぱ技術開発というとホンダがナンバーワンですから、これがナンバーワンのものと言い切っていいんだと思います。でこれも結構の大きさがあるものだったんですけど、むちゃくちゃ軽かったです。チタンというだけの軽さではないんじゃないかなっていうぐらい、信じられないぐらい軽いものでした。何に近いかというと、缶ジュース飲んで中身を全部飲み干して空になったカンカンぐらい軽かったです。はい、でもうちょっと角度変えてみましょう。はい、これだけトグロ巻いてて長いものなのにそれだけ軽いんですね。こんな贅沢なパーツがついたバイク乗ってみたい、欲しい、買えないけど欲しいです。でちょっとさっきのフォーミュラ戻りましょう。はい、ヘルメットかっこいいですね。前にですね、ヘルメットのペイント皆さんどういうお考えですか、どういう思いですかっていう動画作ってみたんですけども、コメントたくさんいただいてありがとうございました。今僕は自分の新しいヘルメットを作ろうといろいろ企んでおります。このデザインを参考にするっていうわけではないんだけども、これねマットな感じがいいね。マットペイントかっこいいですね。4輪用のヘルメットって2輪とさやっぱ大きくデザイン的観点でも違うなと思うのが、4輪のヘルメットのデザインっていうのは、ヘルメットこうやって床にとか地面にスッと置いた時に水平になるラインが多いんだよね。っていうのはドライバーがシートに座るからヘルメットがこの角度になるんだよね。だからこの角度でヘルメットが速そうに見えるラインを入れようとすると水平方向のラインになるよね。ただこれがもう、バイクになると前傾姿勢でバイクにまたがると、おのずとこれ顎の方が地面に下がっていって後頭部の方が上がっていく傾いた角度になるので、そこで速そうなラインを入れようとすると地面に置いた時、水平にした時にはラインが斜め方向とか縦方向にラインが動いていきますね。そんなところで2輪ヘルメットと4輪ヘルメット、ラインの入れ方デザインというのが変わるというのも面白いところですね。はい、こちらが、CRF250 ラリーでございます。このバイクね、発表会の時に、ね、乗ってきてるんですけど、すげえいいバイクでしたね。面白いバイクですこれ。ただねちょっとびっくりしちゃったね。こういうカラーリングにするとやけに大人っぽくなりますね。だいぶアダルトな雰囲気になりましたね。この見た目でこの色味でこのサイズ感でエンジンが450ぐらいあったらなお良かったですね。僕個人的な好みで言うと、もうちょっと推進力が欲しいかなと思っております。だから形デザインは素晴らしいですね。このカラーリング超大人っぽい。はい、で今回ホンダはですね、
このホンダのスーパーカブの展示をですね、かなり場所を割いてやってました。トヨタのですね、トヨタ秋夫社長が遊びに来て、このホンダブースにですね、このカブのところで遊んでいらっしゃったという話も聞きました。スーパーカブ一度は欲しいな。これさ、こうやっていろんな色にしてみたりさ、いらないパーツ外してみたり、なんかつけてみたりとか足し引きしていったら楽しそうだよね。なんかこれカブをね、なんかおしゃれなカラーリングして転がすっていうのもなんか粋な感じが僕はします。はい、それではちょっと次のメーカーいきましょう。スズキでございます。スズキさんはですね、面白いですね。これまた狩りができるんだけど、今右側に、ホンダの GSX-RR でしたっけ、元 GP マシンにまたがれるものがあるんだけど、その正面にさ、この巨大モニター、ディスプレイがあるでしょ。ここにその景色映ってるんだけど、この台が回転台になっていて、これがぐるんぐるん回るんですよ。だからきっと進む方向に合わせてこの台が回るんでしょうね。やってみたかったんですけど、ちょっと並んでいたので僕は諦めました。で、スズキというとこれですね、 GSX-R1000R。 この間お借りしてきていろんな状況で乗ってみたんですけど、素晴らしいですね。一言で4メーカーのスーパーバイクをささっと言うのであれば、僕の個人の考えと僕の体験に基づいた感想で言うと、サーキットだけを走るんであれば R1 が一番いいですね。一番面白いです。で、街乗りとサーキットとツーリングと峠とオールジャンル全部一台で遊ぼうと思うと、バイクらしさを味わえるのは GSX です。素晴らしいです。で、そこで街乗りとか通勤通学、毎日乗る頻度がむちゃくちゃ高い、雨の中も乗る、快適に移動したいということであれば CBR 一択です、っていうのが僕のまず3つの選び方です。で、川崎の ZX-10R は、よしあしとか何に合わせてとか選ぶ乗り物ではありません。 10R でやりたいことをやるっていうのが楽しいんだと僕は思います。で、だからそういう意味ではちょっと辛い表現かもしれないけど、 10R がここでここのためにここでこういう使い方するとむちゃくちゃいいっていうのは僕の発想の中には見つけられませんでした。ただその代わり 10R という特殊なことで何かをするっていうことがむちゃくちゃ面白いからというバイクだと僕は感じました。はい、で、バイクもバイクで面白いんですけど、なんせモーターショーはモーターサイクルショー、バイクショーではなくて車のショーなので、僕はですねこっちの方がドキドキしちゃいました。はい、スイフトスポーツでございます。新型になりました。かっこよくなったね。なんか顔つきとかもさ、なんかもう一時日本車とヨーロッパ車ってすごい違うとこにあったけど、なんかヨーロッパ車っぽい雰囲気もだいぶ国産車に入ってきたね。なんかだから国産クオリティプラスヨーロピアなデザインだったり、そこでなんか欧州車と価格とスペックにしてもちょっと離れちゃったところがほぼほぼなくなってきてるということもあって、こういう車がすごく魅力的に見えるようになってきました。室内こんな感じ、綺麗じゃない。なんか決してそんなにさ超高級車ってわけじゃないのにさ、なんか室内にもちょっと高級感出てきた感じしませんか。で、テールがこんな感じ。これ普段乗り、街乗りで欲しいな、これ。いいな。はい、またメーカー変わりましょう。はい、実はですね、ここはですねトヨタでございます。そうそうそう、西の1番から何番ホールかがトヨタグループが占めてました。で、友達がですねステージに出演者でいましたので、それをですねちょっとムービーを撮ってきたわけですね。はい、これがですね、TJ クルーザーっていう車だそうですね。なんか半端ない積載力持ってますね。この辺のものがいろいろねこの中詰めちゃうんだね。このサーフボードも中で入っちゃうんですごいんですね。で、この車でどんなショーがあったのか、僕の友達の誰々がどういうふうに出ていたのかっていうのはですね、実はもう、その日のうちに、僕の Facebook と、ですね、Twitter にはアップしておりましたので、概要欄に僕の SNS の、アドレスとか ID とかアカウントとかそういうの載せてますので、Twitter とか Facebook が気になる方、ぜひそちらをフォローしてください。そちらに動画を出しておりました。ということですね、ここまでが写真すべてになります。やべ、今回超長い話になっちゃったね。最後までお付き合いいただいた方いらっしゃったのであればありがとうございました。まだ時間があればですね、もう一回ぐらい、
モーターショーの会場行きたいなと思いますので、もし行けることがあればその時は会場内歩いて、動画でお届けしたいかなと思います。今回も写真を見ながらですね、ナレーション方式でお届けいたしました。レイブログを今後ともどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。こんな感じのお届け方ちょっと初めてなんですけども、普段は動画に私自分で出てますので、ご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上レイがお送りしました。